はい、どうもこんにちは。ですね、まあ、またガッキーと、星野源さんの結婚に対してなんですけど、占いをしてみようかなと。どういう夫婦になるのかとかっていう占いをねしてみようかなと思うんですけど、昨日も言った通り、星野源さんはタケル君と星が一緒、ガッキーはモネちゃんと星が一緒なんです。だからやっぱり共通点が多いところがあるんですね。ガッキーと星野源さんの結婚してからの占いを今から言いますが、竹丸に当てはまる部分が、共通する部分が多いと思って聞いていただけると、いろんな想像ができるんじゃないかなと思うので、ちょっとそれをお話しします。まずね、まあズバリそのままこの二人の夫婦としての、占い的相性ですよ。星野源さんは、の星は、結婚するまで多少時間がかかるかもしれませんが、結婚したらめちゃくちゃ誠実ですよ。で、相手に対して尽くす、愛すっていう優しいお旦那さんっていうような星です。そういう性質を持ってます。竹もね、当てはめていいですかね。じゃあ、ガッキーですね。ガッキーの星タイプは、このガッキーは家庭だけじゃなくて、仕事や趣味など多方面に対して興味を持つんですね。いろんなことに挑戦したいタイプ。星野さんよりもアクティブなのがガッキーってことなんですよね。まあ若いですしね、この二人はね。あの二人というか、ガッキーのが8歳したかな。で、じゃあ、で、この二人。がね、ガッキーと星野さん結婚して、したらどうなるかというと、まあ、かかあ殿下ですね、どっちかっていうとね。ガッキーの方が、まあ、自分の気持ちをはっきり言う方なので、そこに対して星野さんが多少は振り回されると。で、そういうところにまあ、ね、多少は疲れも出てきますよっていうところもある。ガッキーの方が、まあ、ね、ああ見えてね。ああ見えてですよ。まあ、この星はですよ。ガッキーの方の星はどちらかというとアクティブですよ。どっちかというとアウトドア。まあ、アウトドアにあまり見えないかもしれないですけどね。アウトドアです。いろんなお店に行ったりとか、カフェ行ったりとか、そういういろんなところ巡ったりとか好きなのはガッキーの星です。で、星野源さんの方の星はインドア派です。家でゲームしてたりとか、実際はね。まあ、いろんなことで挑戦してますけどね、星野さんは。でも、根はオタク気質ですよね。なのでこの結婚生活に関してはカカア殿下なので、鍵を握ってんのは旦那です、星野さんです。星野さんがそれに対してある程度アクティブで、まあ、ちょっとわがままな感じの、奥さん楽器に対して可愛いなと、そんなところも可愛いよって言って優しく包んであげて、好きにさせてやると。で、大人の魅力で、いいよいいよって、責任は全部僕が取るよっていうような対応をしていけば、ものすごくうまくいくっていうような夫婦になるっていうことですね。まあだからこのカップルって年の差が大事なんですよね。ある程度。いいですか？それは。竹もねも想像しちゃいますよね。って思いますけどね。ついでにね、結婚だけじゃなくて、じゃあ友達とかカップルの部分も見ますよ。星野さんとガッキーが、まあ、結婚前提に付き合っちゃってるんで、あれなんですけど、結婚をね、前提としないでカップルになってたらどうかっていう話ですよ。まずね。まず、星野さんは、なかなかね、自分から行かない。自分の思いを伝えるの下手ですね。まあ、ラブソング書いてる割にはね、もうシャイです。自分が好きだなんてことストレートは言いません。言えません。しかし、付き合い始めたら、もう一筋ですよ。っていうところが星野さんの持ってる星です。浮気しないですよ、絶対。タケル君にも言えるんですけどね、それはね。で、ガッキー。ガッキーは、もう、ガッキーの方がストレートです。好きだったら好きっていう表現をします。感情表現はガッキーの方が、全然多いので、嫉妬もします。嫉妬深いです。この二人っていうのは、普通に付き合ってるとテンポが、ちょっとズレが生じますかね。星野さんの方はマイペースですね。ゆっくりゆっくり、したためていきたい。恋愛をちょっと育んでいきたいっていうタイプの
恋愛方法に対し、ガッキーの方は割とせっかちですかね。もう結果を早く出してほしい、好きだったら好きって言ってとか、家でダラダラしてるんじゃなくてもうデートしよう、デートしてデートしに行こうとか、うん、割とこうどん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 進めていきたいのがガッキーですかね。なので、まあそういうところでは、付き合うってなると、あれペース違うんじゃないかなって思っちゃうところが、まあ男の方が男の子っていうのかな、まあ星野さんの方が本当は出てきたんだろうなと思うので、報道があれであれば、付き合った期間は約5ヶ月。しかも付き合うイコールもう結婚しようって付き合ってるか、結婚前提にお付き合いってなってるので、それが功を奏してるんだろうなというところですよね。じゃあ、まあ、最後にこの二人が友達だったらどうなのかっていう相性ですよ。星野さんは穏やかです。うん。穏やかで、人の意見をよく聞きます。あんまり自分の意見を言うというよりは人の意見を聞くタイプ。うん、穏やかで、にこやかで、優しい。それに比べると、楽器はどちらかというと自分の意見を言う方です。聞き役っていうよりはどっちかっていうと、話したい。ですね。自分の、思ってることは言いたい。自分の気持ちは伝えたい。ってことですね。まあ、なので、これも同じく、友達としたらガッキーの方が積極的に自分の意見を言うので、星野さんの方は、あまりこう、にこやかに聞いてるだけなので、時に振り回されるという感じですかね。思ったことは気使って星野さんは言えないので、オブラートに包んだオブラートにして包んで言うのと、どちらかというとちゃんとストレートに物事伝えたい楽器なので、まあ、友達になってしまうとそこら辺がどうなのかなっていうところはありますよね。なので本当であれば友達としてだったらそんなに友達として突き詰めていくんだったらね、そんなに心を通わすというか深く友達関係を交流する親友になるようなタイプではないですよね。だからこういうところを総合していくと、やっぱりこの星と星は結婚前提というのがやっぱり一番なんですよ。もう結婚前提として結婚を目的としていくっていうことですね。私元で恐縮ですけど、僕もね、自分家の奥さんとは、まあ、ここのね、そんな、まあ、ちょっと全然星は全く違うんだけど、ただ、相性的には一緒ですよ。こういう感じの相性なんで、本来であれば良くないんですよ。ただ、そう、良くない部分を、じゃあ何が良くなくてどこがいいのかを、僕は占いで分かってたので、そこを気をつけてやってるので、まあ何十年も一緒にいれるってことですよね。まあそういう使い方も占いにはあるので、やっぱ好きになった人がね、どう考えてもその星と星を考えたら、めっちゃ相性がたまたまいいってことも、そんなに多くはないので、好きになっちゃった人と実は相性が悪いっていうこともよくあるので、じゃあそれはそれなりにどうやってその人との距離を縮めるかっていうことは、己の星を知る、相手の星を知るってのは全然あるので、まあそういうところも含めて気になるんだったら LINE くださいよ。コミュニティにあるので、僕の。そしたら全然ね、相談にも乗りますし、まああとチャンネル登録よろしくお願いします。竹もねもね、星野さんと楽器と同じ星なので、そこも比較して聞いていていただければっていうところかな。まああとまたこういう話はせっかくね、楽器と祝われ婚っていうんですかね、としてるので、昨日も言ったようにタケル君はタケル君で、どういう星なのか突き詰めてみるとか、モネちゃんは一体どういう星なのかとか突き詰めてみるとかもちょっと今後していきますので、ただ明日僕出かけちゃうんで何時にあげれるかわからないので、ぜひチャンネル登録を押して待ってていただけたら嬉しいですね。チャンネル登録をすると僕テンション上がるので、ぜひぜひよろしくお願いします。まあ、そんな感じです。では。